はい、で皆さんこんにちは。とりあえずね、今日11月2日ということで、ね、木曜日に残っていきたいかなと思います。一応ね、火曜日に、加藤から出荷された DD50 ですね。一応昨日、引き取ってきましたんでね、紹介しつつ、で、ついでにね、まあ、横浜ってことなんでね、ついでに横浜の丸井の、まあ、ポポン行ってみたらね、足パーツが欲しいの、2個だけ売ってたんで買ってきましたんでね、それも紹介したいかなと思います。というわけで、まず足パーツですね。まあ、その前に横浜の丸井、ツイッターに書いてたんですけど、面白い話があってポポンでった。普通ポポンとかポチって、まあ、中華販売店。NDH 中古販売店とか、まあ、前回もブックオフもそうなんですけど、ケースと中身が違う場合って、基本的に、例えばキャスコのケースとか、まあ、なんかのケースに、ね、一つにまとめられてる場合って、まあ、基本造結、なんか基本セット、造形セットに同梱、重量セットみたいな感じで書かれるんですけど、俺が欲しかった東海道線2000番台、確かね、517だっけ、そのロットがあるんですけど、それが昨日売ってて、重量、まあ、なんか そもそもね、値札シールもおかしくて、普通東海道線の昔のやつって、7両基本3増5両セットって感じなんですけど、重量基本って書かれてて、なんでこれ基本なのかなと思って。で、中身確認させてもらったね。あ、そうですね。一応1051なんですね。これが重量でね、1万7000円くらいだったんで欲しいなと思って、中開けてみたら、なんかちょっとタバコ臭もし臭かったし、しまいには面白かったのが、入ってたのがね、441なんですよ。基本的にこれ517ってこういう風に、ね、ダブルサロが入ってるんですけど、441だと片っぽが平屋なんですよね。こういう感じで。このね、2000番台の、ね、ケースの中に0番台の重量設定って面白い話が1個だけあったんで、まあ、結局買わなかったんで、まあそうなんですよ。もともと2000番台買おうとしてて0番台の中にあったんで、勝手に見なかったんで買わなかったんですけど、今回買ったのこちらですね。横須賀線のボディですね。まあ、何個かお釈迦にしちゃったボディがあったんで、今回ね、新たに買い出しました。またあれですね。なんだっけな。道化っていうのかな、あれがないやつの、タイプになります。これもむちゃむちゃどうせこの後またすぐに使っていったりするんで、切っちゃいましょうか。確かに、あれですかね、道具とかの、なんつうのかな、配線が入ってないやつだと思うんですよね、頻繁的に。1400だとね、確かそっちの系統が強いんですけど。一応ね、買ってきたのはこちらになります。一応ね、屋根に関してはね、まあ、後期型だろうが、前期型だろうが、この辺はね、9000円の、屋根とかもあって、問題ないんで。あ、でも、多分こっち側が多分こういう風になってるから、多分これ全、後期型になるのかな。一応1400なんで、ちょっとどっちかわかりませんけど、多分後期型だと思います。一応ね、クハノブ1個ね、買ってきました。またここにね、ピンバイスで穴開けて、配管とかね、ぶっ刺して、末期のね、締まりの更新工事の方、どんどん進めていこうかなと思います。まあ、これはね、次にはまだインネタとかちょっと手配しないんで、すぐの作業はね、行いませんので、まあ、後々ね、インネタ買ってっていう感じにしたいかなと思います。そしてもう一個があったのはこちらですね。加藤の今回出荷した、モハ210ですね。ちょっと床下買い詰めれてたんで、まあ、0番台の、ね、床下ですけど、例えば動力装置、まあ、2000番台の車両なんかを前回 の0番台のやつと混結すると、まあ、明らかに非フライホイールと、フライホイールの混結で危ないんでね。まあ、一応今回本当は、ね、2000番台の床下も欲しかったんですけど、まあ、失礼なこと言ってね、まあ、今回2000番台の、ね、5両セットしか繊維化されてないんで、座席パーツを、ね、ロングシートに交換しなきゃいけないっていう、まあ、めんどくさいとあるんですよ。まあ、でもね、ぶっちゃけ何だったらいいんだ、まあ、ゆくゆくはね、2000番台の重量セットが、発売されれば、まあ、そのままね、2000番台の、トレーラーのモハ210とね、交換できるんで、まあ、一応、2000番台の出るまでの玉付きでね、今回ちょっと、5両セット上に動力装置1個買ってますって感じです。あ、床下買ってますって感じですね。まあ、グリーン車のね、サロも売ってたらよかったんですけど、グリーン車のサロだけはね、売ってなくて、あと、クハとかはね、なんで売ってたんですけど、まあ、ぶっちゃけ0番台のクハとか買っても意味ないんで。モハ210ですね。まあ、台車に関しては、台車買いすぎたわ。まあ、台車に関してはね、まあ、どうにかなるんで、一応ね、床下だけっていう感じですかね。一応、あとはそうですね、まあ、床下、台車買いすぎたんで、台車がなんか考えましょうか。とりあえずね、床下だけでもあればね、どうにかなるんで、一応床下と今回ね、ボディだけ買っておりますという感じなんで、今回買ってきた DD51 紹介したいかなと思います。まあ、量数的にはね、そんなに多くないんで、2台まとめての紹介になります。こちらですね。まず1個目が、番号は改善でしょうか。7008番の H になります。DD51 ですね。後期体感型 JR 仕様と。一応今回これ何が新しくなったかはちょっとわかんないんですけど、一応ね、プロタイプとしてみたら、2000年代前半の北海道に所属してた、DD51。こちらがね、まあ、北海道機が、プロタイプという感じになっております。そしてナンバープレートですね。こっちの、まあ、更新、一般職の方ですね。一般職の方が、1156、1161、1160、1167ってことで、まあ、基本的には2000年代、のうちに廃車になっちゃったグループ、まあ、一応1台だけね、愛知に飛ばされたと思うんですけど、3台はね、北海道で、そのまま引退してましたんで、っていう感じですかね。まあ、北海道はね、結構 DD51 の種類が豊富で、まあ、このね、普通に原色の DD51 いたりとか、俗に青更新、まあ、クリームソーダみたいな、まあ、今回一緒に発売されたね、青更新もいますし、
しまいにはね、B 更新もいたりとか、あとはあの赤更新ってやつ、まあ、愛知機関区でよくいた赤更新で、ね、カラーリングもいましたんで、結構ね、本当に北海道の DD 更新なんで、まあ確かに大変なんですよね。まあ B 更新って何が違うかというと、B 更新ってね、この白帯がないんですよね。確かこの白帯の部分かなんかがグレーに塗られてる。確かね、このボンネットの部分とか、ボンネットとかキャブ、この辺のなんかあの運転席の部分わかりませんけど、こっちのね、まあ、両端の先頭車に関しては、ここに白帯がね、グレーになってるってのが確か B 更新だったと思います。非常に今回の DT50 何点か結構ありまして、軽装結構ね、傷つきやすいんですよね。これね、新品で買ってきたんですけど、結構わかるかな。こういう風にね、擦り傷とかは結構豊富にあるんで、まあ、どうなんですかね、なんか材質が変わったのか、でも今までの過去の機関車って、ここ青ロゴかなんか入ってたんですけど、これも変わっちゃったんですよね。まあ、これに関しては前回のムーミン同様かなって感じなんですけど、まあ、ちょっとね、傷つきやすい形状なんで、ね、まあ、ちょっとご注意くださいっていう感じですかね。そしたらもう一個何点、こちらもね、ツイッターに書いたんですけど、今回ね、復元バネは結構やばくて、例えばね、普通に機関車ね、普通カパラってまっすぐになるはずなんですけど、その時点でちょっと曲がってたりとか、こういう風にね、首振ると完全に、ね、復元しなくなることが多々ありますんで、ちょっとね、ご注意くださいね、こういう風に。今までのカットの機関車だったらね、復元しないカパラっていうのはね、絶対なかったんですけど、まあ別に板バネのせいだと思うんで、今回はね、まあ別にこのままの状態でね、まあ全然ね、まあ後で板バネさえね、交換するだけなんで、よいしょ。一応今回ね、まあ、あのプロトタイプが北海道ということでね、まあ、まだ運転されてますけど、まあ、てかそろそろ運転始まるんですかね、また。縄文峠だっけ、縄文峠とか通るね。ケースから出した瞬間に曲がってるっていう。なんだっけな、玉ねぎ列車ですね。ちょうどコンテナ的には、ほがらかどから出てる、まあ、玉ねぎ列車とか、まあ、GOT のね、玉ねぎコンテナっていうのもありますけど、まあ、その辺がね、再現できる、まあ、そうですね、北海道の、まあ、プッシュフルとか、その辺がね、再現できる、貨物のセットになります。一応ね、コキ5万同時に発売されたんですけど、コキ5万だったらね、一応トミックスの9000円があったんで、今回ちょっとね、買わなかったんで、一応こういう感じで、ね、こっちの機関車もね、首がもう、板バネがバカになっちゃってるんで、多分どうなんですかね、今期製造された板バネが多分、まあ、ゴミなのかもしれませんけど、どうでしょうね。なんかでもちょっと復元機能がね、悪いんで、まあちょっとね、台車の影響にならないところに、まあプラ板かなんかで押さえて、まあ完全にちょっとね、復元機能は、うん、増しちゃった方がいいか、下手すら板バネ相当かにしちゃった方がいいかなと思うんで。ちょっとこれに関してはね、まあ、板バネぐらいはね、確か5、600円で売ってるはずなんで。一応、来月もね、加藤から EF65、更新色ですね。更新色。JR カムスタイプが1個出ますんで、ちょっとそれでね、板バネはちょっと買ってこようかなと思います。ただまあどっちにしろ板バネの品番が同じだったらね、物的に合うとかもしれませんので、まあちょっとその辺はね、気をつけつつっていう感じにしたいかなと思います。一応こちらですね。JR 車ですね。一応メーカーズプレートはこんな感じ。三菱になるんですかね、多分マーク的に。で、まあ二重とかの。まあそれが書かれてて、であとね、まあキャブとかランボードとかって感じですかね。で、手すり部分はこんな感じ。まあ、ナンバープレートはね、フライホイールの搭載のじゃなくて、まあ古いね。どうだろうな、ちょっとでも穴がね、大きくなってる感触するんで、もしかしたらね、接着剤不要の新しいタイプになるかもしれませんけど、ちょっと現状はちょっとわかんないんで。まあでも一応前回のね、北海道仕様からね、まあ7008の数字じゃなくて、アルファベット表記になってますんで。で、今回ね、H と J ということなんでね、まあ真ん中の I が欠落しますんで、まあ何かがね、出るのかなっていう想像しつつって感じになりますけどね。一応こちらですね。DD51 の、まあ、青く、ごめんなさい、一般車ですね。そしてね、一緒に発売されました、A 更新ですね。これはね、昔トミックスからね、何回か出てたりとか、まあ加藤からもね、昔出てたんですけど、ちょっとね、俺、アイニクトミックスの救世品しか持ってなかったんで、で今回これを機会に買ってきました。こちらですね。青更新になります。で、青更新の方はね、今、名古屋に、まあ、愛知機関区に転属して活躍してた856号機。それプラス1000番台としては、1147、1165、1166ということで。まあ、基本的には、そうですね。まあ、JR 仕様の、まあ、赤の64と、67。まあ、その間に入ってる65、66っていう感じですね。でね、こっちも、2台ずつね。今回そうなんですね。青更新でプッシュフルしてもいいの。ちゃんと2台ずつ、ね、どちらも買ってます。お値段がね、定価8000円ぐらいってことだったんで、まあ、ちょうどね、まあ、ギリギリ安いぐらいかなということで買ってきてました。でこっちもね、そうなんですけど、まあ、復元バネがね、完全に今回のね、DD51 ですが、まあ、死んでるせいかね、こういう風に完全にね、復元バネが戻らないんで、まあ、カットの機関車してみたいな、これは初めてかなとか。ちょっと前にね、中古で買った DD51 があるんですけど、一応ね、これまあ H と J ということなんで、これがね、その前に発売された、7008の F。あ、もしかしたらこの後にね、G が出てるかもしれませんけど、ちょっとごめんなさい、G の発売はね、これちょっと詳しく知らないんで、ね、申し訳ないんですけど、一応ね、こちらも DD51 ですね。まあ、これも同じ北海道にいた子にはね、なりますけど、まあ、旅客機か貨物機かの違いにありますけど。これも復元バネは。ああ、でもこっちも復元バネ意外と、ああ、意外とこっちもダメそうっすね。あ、でももしかしたら DD51 自体が復元バネが死んでる可能性も、なきにしろあらずな感じで。ちょっとまあ気をつけましょうか、ね。
あれですね、今回付属品とかも、ね、付けていきたいかなと思います。で、まず青更新こちらですね。一応、青更新もプロトタイプは、三菱重工ですね。で、二重とかはこういう感じ。で、こちらもね、まあ、あの青色プラス、まあ、白の、帯が、まあ、一周巻かれてて、まあ、前面がね、こういう感じの、まあ、クリームソード。まあ、ソードでもないですけどね。こういう感じですね。まあ、関東だとね、DD51 って言ったら、本当にあれですかね。あの、大宮の、なんだっけ、工場に入場する DD51 かなんかが、法典でたまに、あの、俺も一回だけ見たことあるんだけど、DD51 かなんかが10連かなんかで誰かに行かれたか分かんないですけど、あの、どっかから来て、八丁なーてから川崎貨物行って、で、大宮かなんかに入場するのにね、あの、ちょうどあの、八丁なーてとかの、まあ、南部線あたりの貨物線使ってね、まあ、あの、方向転換してたっていうのは、俺も何回か、一回二回ぐらい見たことあるんですけど、まあ、それが、そうですね、多分、関東で DD51 見たな。そうですね、それぐらいですかね。まあ、あと関東はね、あの、お飯の機関車かなんかが高崎にいるぐらいなんで、まあ、めったにね、会うことはないんで、まあ、八甲線の乗務員訓練、に DD51 が抜擢されなかったらね、まあ基本的に合うことはないんで。まあ一応今回 DD51、合計ね、2台ずつ買ってきましたんで、ね。一応今回だからですね、ナックルカプラーの交換と、まあナンバープレートの、ね、取り付けっていう感じになります。というわけで、これは北斗星か。北斗星の方がね、もともとナンバーついちゃってる。これ中古で買ってたからね、俺そんなにいじってないんですけど。1130、まあナンバーがちょっとね、切ってなく取り付いてますけど、まあ大丈夫でしょう。一旦これでいい。というわけで、じゃあ先にそうですね、一般情報の方から行きたいかなと思う。これも違う受け抜きだな。あれ先が細い受け抜き、またなくなってる。どこが強化、ここだ。でね、ナックルカプラに関しては、一般色が、黒カプラ。で、更新色が、ね、グレーカプラになってますんで。こういう感じですね。ちなみにこっちの方がナンバープレートはね、全部あの1100番台になってますんでね。一応今回はね、まあ、最後まで残った、北海道に所属してて、最後まで残った、一般職のうち、どうしようかな。まあ、一応プロテック的には64と67にしましょうか。まあ、ちょうどこの子たちね、2人とも2009年度に廃車されたグループになりますんで、一応64と67にすればね、まあ、サンドイッチもできますしねって感じです。一応ね、あの従来のフライホイールみたいに接着剤必須じゃ、まあそれ、あれいらないやつじゃないんで、ちょっと気をつけてって感じなんですけど、まあ下から順々に切っちゃいましょうか。特にナンバープレートに関しては7008の H としか書かれてないんで、おそらく。全面側面とも共通なんで多分大丈夫ですかね。向きだけね、気をつけつつ。で、接着剤いる場合はね、まあ、ボンネットとかのここ全部外して、ね、まあ、接着剤で固めちゃいますんで。完全に接着剤必須っすね。すっぽりはまっちゃってガバガバなんで。そうですね、接着剤使いましょうか。今回ね、この辺の手すりとかね、全くないんで。傷つけないように気をつけすぎるんですけど、DD5 じゃね、結構、分解がめんどくさいんでね。どうやって外れるんだこれ外し方がわかんない。
先に台車、動力台車でしょうか。一応これはね、フライフォイルタイプの、動力台車がついてるんで、簡単に外れるはずなんですけど。もうちょっと昔簡単に取れたんだけど。一応ね、プリズムガラス50ね、発火すると嫌なんで、最悪ランボード部分にちょっとぐらい傷つけても。傷つきそうで。外し方確かにこだわってるはずなんだけど。仕方ないんで。それちょっと分解できるところ全部分解して。安全に行きましょうか。結構肩のDD5じゃない。めんどくさいんで。た感じ、ここに関してはね、この動力ユニットの爪になるんで、このグレー、なんだっけ、この銀色は。で、こっちは白いのはね、この手すりパートの一体パートだったはずなんで、そうですね。それをこじくれば、取れるはずなんですけどね。めんどくせえな。まあ最悪はそうですね。あとでも導火剤が発火しててもいいんで、このまま、接着剤で固めるっていうのもありっちゃありなんですけど。こっち側を浮くんで、あ、取れた。なるほどね。無理やり引っ込めていいんだ。壊れる覚悟でパワーですね。一番あんまりお世話できないんだけど。ナックルパターンに交換しちゃって板骨はでもちゃんと曲がってるんで、何かが材質変わったんですかね。どうだろう、まあ、とりあえず板バネ買うまでの辛抱。でね、派手めに負けておきましょうか。プロテイプはこれ今回単価プランなんですね。ちょっとそうですね、先端の部分をグッて曲げてあげると、それなりに復元はしやすくなるけど、まあそうですね、曲がり角度によっては、アウトなんで、まあ気をつけつつって感じですかね、これに関しては。そうですね、ここまで曲げることはないと思うんで、一旦ちょっと、下に戻して。キャブ、キャブ。キャブっていうか、なんだ、手すりか。そうですね、板場にちょっと曲げてあげると、だいぶ、そうですね、直りはしますね。こっちなんか完全に元に戻らないのが、一応ね、マックスに振って元に戻るんで、ちょっと曲げてあげるだけでだいぶ変わりそうですね。そしたら、じゃあ先に。
が腐ってる。プリズム取った方がいい。そうそうそう。ゴミが入る。プリズム自体は多分持ち上げる。あ、そんな買ってくれます。一応、表面じゃなくて数字をひっくり返してはめるみたいですね。それだけちょっと覚えておけば大丈夫かなと。裏からね、流し込めるんだったら、裏から流し込んじゃった方が得策なの。あ、そうっすよ。裏から流し込んじゃった。ちぐさいがね、これも先端腐ってってるんで。あとは今日一日ね、まるまる乾かしていう感じにはなります。今回はそうですね、ナンバープレートめんどくさいんで、一つ分はね、まるまる使い切っちゃいたいと思います。これはガラス外した方が無難だな。どうやって外すんだろう。屋根外しちゃいましょうか。あ、これ折れたかと思った。いや、折れたんじゃね。取れる、あ、これ取れるんだ、一体で。そして見失ったっていう、ね、ちょっと待ってください。これか。なるほど、ね、ここって別パーツで押さえられてる感じなんですね。なるほど。よくできてる。ガラスが近いんでね。本当は外しちゃった方が無難なんですけど。ちょっと外れそうにねえかも。見た感じ一体っぽいっすね、ここガラスは。もしかして先に運転台外れるか。一体もしくは分割式だとは思うんですけど。無理にやって壊してもね、よくはないんで。ここ外さないほうが無難じゃない。さすがにちょっとちっちゃすぎて無理だ。発火しないようにご家族で最新の注意を払いましょうか。
内側だけ思っても表面にしても慣れ込むんで、うっすら。発火したら発火したで、そうですね。雪化粧化するだけなんで。一応今回の DD5 自身、まあ、玉ねぎ列車にする予定なんで、花から雪化粧化にしたかったんで。単にゴム系接着剤のいいんですけど、俺は昔から瞬間接着剤しか使ってきてないんで。あれ、すみません、ナンバープレートがどこ落ちた。オーマイガー。もう一個開けるか。落ちてねえよ。どっちにナックルカッパーね、開けるのに出さなきゃいけなかった。今のところそんなに発火はしなさそうなんで大丈夫です。でも大丈夫です。まあ運転でやりそうとも発火したとしてもね、まあ動向性に似てるんで。なんか切っちゃいけないパーツ切れたな。多分裏側っすか。
やべ。くそー、板バネ飛ばした。あぶね、あったあった。結構ね、板バネ逃げするとね、飛ぶんですよね。やっぱりそうですね、ここのスノープローの裏かなんかに、うっすらプラ板かプラ棒かなんかつけて、首振り機能を向上させるのも、ありかもしれない。最悪1台ずつでもね、ナンバープレート取り付ければ、あとは同じ作業なんで。下手すら色考えなきゃ一緒っすからね。一応こっち側の内側、もう爪の干渉しなさそうなところにプラ棒を入れて、それで復元機能だけ上げちゃうの。かなと思います。あとほんとスノープロのここ後ろにプラ板をがっつり入れれば、まあ干渉する角度だけ気をつければ多分どうにかなるとは思うんですけど、ちょっとはめてみましょうか。やっぱりダメだ。今度はかん、あ、これ、しかも、多分いった。今回の板板、ちょっとやっぱり、ゴミっすかね。まあ、一番いいのは、本当に端っこ、そうですね、板板の端っこを接着剤で固定しちゃえば、まあ、端っこが動くことはないんで、この真ん中の部分だけがカパ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 。心臓の弁みたいに動くぐらいに。するっていうやり方もあるっちゃあるんですけど、まあ、ひとまずそうですね、まあ、もうそれぞれに合わせて、ちょっとね 合わせていくしかないんで。本当にあと今回、10年ぐらい手に取ろうかなと思ったんですけど、まあ、自分のね、好きなナンバーの方を前にしたいとか、多分皆さんいろいろだったかもしれない。特に俺もその方なんですよね。まあ、どこにぶっちぎり、消灯設計言ってないんで、しょうがないんで。
まあ、マックスで首振った場合にはちょっと危ないですけど。まあでも、しょうがないでしょ。とりあえずこれぐらい動かしましょうか。まあ、首振ってものにならなくなる形勢とかのね、事例に比べたら、少しでもね、戻ればまだマシなんで。よし、一応こんな感じですか。まあ、一応、あたりね、床下の矢印とかは、向きあるはずなんで、それはね、確認しつつね。一応でも、加藤左側の方がいい。こいつに邪魔なんで、床下だけ戻しちゃって。そしたら、このままじゃ先にナンバー全部切り落としましょうか。こっちっす。あとね、尺長くなれば合成しますんでね。いつもごとくですけど。一番最初にいたアンドカップラがなくなった。あと最近のアンドカップラってあるんですか？ここの真ん中のあたりにピンとかってないんですね。あれ普通のアンドカップラだけか。わかんないけど。今日は2日でね、明日は祝日なんでね、明日はね、のんびり遊ぼうかなっていう感じなんで。しっかりで1個分。キャブの動きは特に、指定とかは大丈夫そうですね。これね、何かね、挟むものがあれば、かましたいんですよ。爪だけ。シューターよいしょ、完全にパワーで抜いちゃってるんで、危ないは危ない。さっき俺屋根外したの戻しちゃっていいっすね。正直屋根外した意味はガラス外れないんでないんで。
差し込むだけですけど、ちゃんとね、中でカチッとはまるんで、そう簡単にぶっ壊れることはなさそうです。今のところ特に発火はそんなにしてないかな。大丈夫そうだと思うんですよね。発火したらもうちょっとね、綺麗にどす黒く曇るんで、結露みたいな感じで。プリズムルさんにね、先端だけはね、へし折らないように気をつけてください。へし折っちゃったらこれ、もっともこもないんで。ちなみに明日から川崎はね、市民祭りみたいですね。何年ぶりなんだろう。来てやってるから全然いいね。クスガラスに流れ込んだ。これやっちゃったな。発火したら発火したっすね。これは確実に発火コース確定しました。ナンバー音。あれ？もう一回落として。しょうがない。わかんないけど。とりあえずこれでいきましょうか。
手すりに関しては特に作り分けはそんなになさそうですね。あったあった。落ちてましたね。60円だからこっちですか。大丈夫っすね。あとはそうですね、高速試運転してみて、まあ、どこまで S 字クランクとかで、まあ、外れるか。したらじゃあ2台のですね、貨物食栄光神かやっていきましょうか。栄光神の方はね、本当は1台はね、あのスノープロードにかして、愛知機関区とか発売されれば、まあ、またなんですけど、その時のスノープロ、これスノープロ装備車なんで、まあ、スノープロ撤去車にしようかなとも考えたんですけど、まあ、今回はめんどくさいんでね、このまま北海道家にしたいと思います。よいしょ。よいしょ、キー。で、こっちは一応ね、前面と側面が、ちゃんとね、作り分けられてるんで、まあでも、色見ればね、大丈夫なんで、ご安心くださいと。石灰場所はこっちか。ってことは、こっちから行った方がいいか。いや、でもこっちね、上から外した方がね、逆だけど剥がれそうなんだよな。切れちゃった。
よし。同鋼材は特に一緒っぽいっすね。うん、こっち側もそうですね。7008が裏に入ってるんで、裏向きに入れればいいパターンですね。今日こういう感じ。ちょっと見づらいんですけど。ここちょっとどうにかしたいな。結構板金もね、一枚ずつで若干違うのか。
まだマシっすね。よし、オッケー。全然大丈夫ですね。特に外れる気配も。大丈夫ですね。よし、こう終わりと。まあまあ、まだマシっすね。よし、これでいっか。
たらじゃあヘッドから先につけていきましょうかね。どうせ1個ずつつければ後で一緒なんで。で、ナンバー的にはそうですね、一応65と6にしましょうか。しようか。一応ね、65と66に関しては鷲別に行って新栄更新で引退しちゃってんだよな。栄更新のまま引退したこっちがそもそもそんなにいないと。まあ新更新だとね、多分あの赤、まあそこどっちしろあの赤茶色になる子が多いんで、しょうがないんですけど。どうしようかな。一応まあ、そもそもあれか、北海道って鷲別機関区なんですね、前者が。じゃあ65と66にしましょうか。どうせ下から取った方が楽なんで。言い方ですけど。あれこれクリーム入れて。あれですかね、あの運転台部分だけあの裏表あの間違えてつけなきゃ問題はないんで。ちょっとでもハマりが、ちょっと白よりカチンってかんちゃんとハマる感は微妙っすかね。ちょっと気をつけて押し込みつつ、もうちょっと欲しいな。あれ、チェフ。うん、大丈夫そうっすね。
大丈夫ですかね、とりあえず。うん、こっちの方がほぼすんなり入ります。ああ、ひっくり返った。あ、くそ。こっちはちょっとゆるゆるだな。超軽くこっち側に塗った方が良さそうっす。めちゃくちゃ流れた気がする。ぐらいね、流れ出るのはしょうがないんで。本当にこっち側の裏側につければいいんですけど、裏側だとね、持ち手がなくなっちゃうんで。怖いんですよね。このやり方も十分に怖いですけど。そんなに派手に漏れてないんで、まあまあ、球体点ですかね。66番、こっちか。これが ?66 か。で、こっちも66っす。じゃあ、こっちが65の。ユニットにしちゃいましょうか。ちなみに今回マジで説明書開けずにやってるんで、これで間違ってたら 大爆笑ですからね。ナンバープレートこっちの場所はね、4と3か？あ、一応44なんだ。ってことはこれ、品番に関してはもしかしたらあれか、ナンバーって旧製品のままなんですかね。加藤7008の4番。あ、そうですね。7008の4番も DD ご自身の青更新ですね。もしかすると同じナンバーって可能性ありますね。もしかしたらスロットレス化されてる可能性もゼロではないけど、どうだろうな。ちなみに加藤から発売された時って、まだあれですね、ナックルカプラじゃなくて、懐かしい、加藤の N カプラってやつですね。なんつうの、台車マウント？コキとかに昔よく使ってた台車マウントのやつが、昔、機関車にもあったんですよ。それが初期のみたいですね。ちなみに最終発売は2006年なんで、だいぶ残っ、あるんですね。古いんですね。ちょっと付属のナンバーとかがちょっと分かりづらいんで申し訳ないですけど。まあでも7008年で少なくとも青更新が出てきたんで、やっぱり、そのまんまっていう感じなんですかね。もちろん欲しい。
上出来っすね。まあ特にナンバーをね、裏表間違えてつけたりっていうのは、多分今のところないはずなので、あったら最悪ですけどね。まあ予備があるんで、どうにか、なるとは思いますけど。これね、66か5が全然読めねえ。こっちは5、こっちは6か。これが66っす。で、こっちも一応ね、まあ、こっちはもう完全に乾いちゃってるんで、まあチェックしても何の意味もないですけど。まあ、これで一応4、5、6、7の、まあ、連番4台揃ったんで、そうですね、ちょっと楽しみですね。まあ、あとは雪化粧、まあ、あ、そうですね、あとはどんぐらいガラス学化するかによって、まあ、雪化粧化したりとか、多分そっちのね、めんどくさい作業になると思いますんで。まあ、発火しないのがね、一番ですけど。発火しちゃった場合はね、致し方ないんで。まあ、その時はその時で、なんか考えますけど。やっぱあれっすね。まあ、本当は、俺、まあ、まあ、もう今日、そっか、今日11月か。11月発売予定だったね。まあ、SL 銀河と、あと、マイクレスの、まあ、千代田線。まあ、千代田線に関してはもともと11月以降って、まあ、俺が適当に、多分来月あたりに出んじゃねえかみたいなって勝手に予想してたんですけど、まあ、そのね、千代田線と SL 銀河がね、今月遅れるっていうことで、まあ、少なくともね、今月発売は、今現在ね、確定してんのは、あの、あれっすね。あの、誕生日、自分の誕生日プレゼントに買った、あの、トミックスの EF81 っすね。あれ多分ね、確かね、誕生日だったと思うんだよな。貨物職っていうか、九州職。あの、EF81 の450。多分あれね、皆さん期待してる人多かったと思うんですけど。やっとね、今月発売ということで、ね、まあ、半年待ちましたからね。これでゴミだったら、まあ、ブチギなんけんすけど。一応ね、あいつ用の、リカラーの 3D パーツはね、確か買ってあるはずなんだよ。まあ、今までのね、発売のやつが使えるかどうかわかんないんで、とりあえず適当にもう、側だけ押さえちゃったんですけど。確かね、リカラーの 3D パーツね、機関小規模のところに確か置いてあるはずなんだよ。ちょっと待ちください。リカラー、リカラー。あったあったあった。そうですね。この中にまだ大事な。多分、まあ、少しは在庫あるよね。そうですね。全然まだ在庫あるんで。あとはナクルカプラか。ナクルカプラさえ買ってくればいいんで。まあ、今ね、加藤はナクルカプラとの板金セットも出してくれてるんで。そうですね。まあ、最悪そいつらの板金と、この、今回のね、まあ、加工した板金交換しちゃってもいいなと思うんで。それでも発売された時にそうですね。今に在庫あれば。一緒にね、買ってこようかなと思います。というわけで、一旦この子たちだけね。まあ、乾かして。あ、これ、相鉄だからまずい。一旦相鉄は、避難。
まあ、組み立てなんかもね、そのままのパチンパチンガチンとはめるだけなんで、そんなにね、問題はないので、まあ、はめ込むのはね、おそらくプライベートでやっとくと思います。で、スカセンの部品に関してもね、まあ、一応、うちの旧製品確認して、あの、旧製品っていうか、今まで買ったやつ確認してみて、で、問題なければね、まあ、そのまま組み込むなり、なんなりね、まあ、処置にしたいかなと思いますので。よし、そうですね。とりあえず、あとは、そうですね。まあ、個人的には、まあ、そうですね。一応、今回発売した。これは誰のケース？あ、こういうか。ケースが共通すぎてわかんない。そうですね。まあ、多分、おそらく前回の北斗星から、なんか出てるんですかね。北斗星は、こっち側だけ直すか。ちょっと気になっちゃうんで。まあ DD51 なんでね、可能性はゼロではないですけど、ただまあ加藤の場合はね、客車が1台も出てないんで、まあ客車に関してはね、トミックス頼りになっちゃうんですけど、まあユーロライナーとか。もしくは意外なところに、まあ出雲。多分ね、加藤ってね、EF65 とか、まあ朝風出雲は出してるはずなんですよ。ただ DD51 で出雲って、昔ね、ヘッドマーク付けの確か団地型っていうのがあったはずなんですけど。そうですね。だから可能性的には、おそらく、まあ、出雲のヘッドマークがついた、団地型がリニューアル食らうか、まあ、ユーロライナーだと思うんですけど。あ、でも、いかんせん、現状3つですかね。まあ、特に G も欠番してんのかな、もしかしたら。どうなんでしょうね。ちょっと俺、そこまで加藤の DD 口とかって。今回新品で買ったのがね、これ初めてなんで。おっと、京急遅延してんの。7時16分にアプリ通知来てる。ちょっと待ってくださいね。人身か？多分混雑ですかね。え、運行情報。県立大学堀之内一貫での、あ、信号点検か。え、まあまあやばくね？県立大学と堀之内。じゃ、本線死んでんのか？あれ、本線死んでるよね。そうですね。県立大学堀之内なんて完全に本線死んでますね。逗子線から来るエアボード急行と、それしか動けないんで。しかも今4時半なんで、今ね、時刻4時半なんですよ、朝の。ラッシュ時間帯最悪じゃん。ちなみに、川崎駅起点で見ると、あと2分で青戸駅が出発する予定なんですけど。今、特急ここにいますからね。明らかにここ特急が、まあ、大森町の出前と、まあ、川崎発車してすぐにいるんで。少なくとも京急多分10分から15分程度の遅れは、そうですね、発生しそうですね。一部電車の遅れ。ああ、でも意外とそうですね。品川駅で上り6分、空港線6分、横浜8分、金沢空港10分なんで、一応回復ができる見込みなんですね。まあ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 、頑張ってくれよ、楽しいですけど。よかったら人身じゃなくて。先に LINE だけちょっと返信させてもらって。あ、そうだ、ごめんなさい。で、7008の、まず G か。加藤。7008の、G と。一応、7008の G は高崎資料センターか。ってことは出てますね。で、I が多分まだ欠番のはずなんで、そうです。やっぱり I は欠番ですね。で、今回の、そうですね、H と J なんで、まあ、そうなるとね、さっきの品番的には7008の、4が、まあ、こっちなんですよ。まあ、番号的にはこういう感じなんですけど。そうなると7008の2かな。あー、でも7008の2は北斗線になってるな。ってことは7008の3が、DD51 後期体感型。ああ、なるほど。つまりあれですね。3と4の連番だったところに、今回1個物が入るみたいですね。
ちなみに、あ、ごめんなさい、7008の1だ。こっちが7008の1で、後期体感型。ナンバープレートが91、67、82、84。まあ、確か1091、1167、1182、1184号機の、まあ、DD5G、後期体感型。で、ヘッドマークはアケボノと日本海。で、一応、それで、まあ、当時一緒に出たのが、7008の3番が、団地型。1176、1177、1183、1192の暁と出雲なんで。一応、両方ともね、プロトタイプは国鉄時代の栄冠仕様、北海道、東北、新潟。そのプロトタイプにスノープロ装備、旋回窓、ホイッスルカバー。そして、団地型が国鉄時代の B 冠仕様、関東3、4プロトタイプに、スノープロ装備、旋回窓なし、ワイパー、ほか、体感、耐雪装備と。いう感じで、そうですね、まあ、出るとしたら、そうですね、まあ、体感、団地型か。もし次出るとしたら、そうですね、7008の I で団地型。で、出雲のね、まあ、特に今回出てるのが全部が JR 仕様なんですよね、ここ。なので、まあそうですね、前回出てるのが国鉄仕様の、まあ、体感型と、まあ、A 更新、あ、A 更新だっけ ?7008 の4は、7008の4か、そうか、そのまま、あら、JR がプロタイプか。そうですね、7008の4はそもそも商品ページが消されちゃってるんで、詳しいデータがないんですけど、一応、カツオの7008の4は JR 貨物 DD51 型で DZ 会社後期体感型です、ね。そうですね、まあ、基本的に商品名は一緒なんで、まあ、新しくなったって感じですかね。なので、次出るとしたら JR 仕様の、まあ、西日本プロトタイプの団地型って感じですかね。まあ、所属的には米子とかになるんですかね、扱い的に。まあ、ちょっとね、そっちが出たら、まあ、楽しみかなっていう、ね、感じはしますけど。まあ、どうなるか。当然、3つなので。まあ、そうです。ちょっと楽しみですね。まあ、特にね、今回ちょっと角の DD 口、まあ、高崎シェルセンターはね、ちょっと持ってないんで、申し訳ないですけど。まあ、ちょっとそうですね、この北斗線も若干ね、板金はちょっと難ありなんで。ちょっとね、板金なんかありの、まあ、DD51 が反対プロタイプとなると、ちょっとね、そうですね、まあ、板金は要注意かなと思うんですけど、まあ、でも確かに出雲なんかね、出たら、どうでしょうね、まあ、東日本、まあ、東京駅か、東京駅発着の、まあ、シンデレラだったら、秋葉原と出雲、まあ、あいつらがね、金曜日のグレードアップ車って感じですげえ人気だったんで、俺結構ね、出雲は、そうなんですよ、好きなんですよね。まあ、朝風とか出雲が本当にブロードラインですし、まあ、特に金曜日の車両で十何両つなぐのが、まあ、出雲とか、朝風になるので、結構本当、金曜日でね、東京駅発着の列車だったら、すげえ珍しいんですよね。まあ、基本的にあと、本当に金曜日の、まあ、富士ブサとか、まあ、桜とかの白帯、14系ですけど、だったんで。そして、個人的に出雲が出れば買いだな。まだ米子って DD51 いんのかな？ちょっと待ちくださいね。米子所属のこっちは、なんだろうな、まだいるんすかね、一部は。まあ、ヨナゴプロトタイプじゃないですけど、スイタ所属の子なら、あ、でも廃車になっちゃってるな。ちょっと待ってください、トップページ。ちょっと待ってくださいね、これ所属ごとに分かれてねえの。あ、JR か。JR で、西日本で、DD51、DD51。ああ、でも、ああ、DD51 一応。いることにはなってるけど、詳しいデータがわかんないのか。なんか、そんな感じですかね。詳しいデータが、ちょっと出てこないんで、申し訳ないですけど。多分ね、スイタ所属になるんですかね。JR 西日本。てか、あれか。出雲。そうそう、花から出雲 DD51 検索した方が早いっすね。DD51 引っ張ってた出雲とかだと、番号的には77、1177とか、1188か。DD51 の、1177。もしくは1188。福知山機関区から米子運転所に転属なんで、そうそう、やっぱり米子では合ってますね。ただ2012年に廃車になってんのか。あ、なるほど。2007年10月から JR 貨物に移籍したんだ。愛知機関区となり、あれか、311の応援に来てくれて引退か。なるほど。本当に DD51 も今、そんなに数ないんですね。
まあそうですね、とりあえずはまあ今後ね、出雲が出るか、まあ、それともね、そうですね、まあ、JR 西日本から、まあ、貨物に関しては機関車が出て、そしたら本当にマジでね、あの311の、そうですね、ONDD51 なんかだ出た場合はね、多分俺、これぐらい行くんで、余裕で。そうですね、ちょっとそっちの方が、そうですね、今後勝って、でも加藤はね、やっぱりバリ点下手なんでね、ちょっとどうなるかね、3つなところありますけど、うんまあ、ちょっと期待はね、したいかなと思います。で、一応、東海道線に関してはね、行き先のシールは、アクティ、東京行き貼り終わってますんで、一応ね、号車番号とか優先席に関しては、世田谷シェルセンターのインメーター探してます。まあ、探してるというか、買おうかなと考えてますんで、一応ね、まあ、今月、そうですね、まあ、トミックスの F81、まあ、今月結構引き取りのね、まあ、もともと来月はね、予算が安かったんで、一応ね、今月用の予算はね、来月に戻っときつつ、ちょっとね、今月一応インメーターとか少し買いたいなと思ってますんで、一応、そうですね、まあ、東海道線のインメーターなんかは、まあ、来年中には終わらせたいですね。一応来年はね、2月のワイドウェイの予算が結構逼迫しちゃってるんで、ちょっとね、気をつけつつって感じになりますけど。またね、早ければね、来週の木曜日か、来週の第2木曜日に、ちょうどそうですね、今日が木曜日なんで、来週か、来週の木曜日に、まあ、トミックスから新作発表出ますんで、そのね、新作発表出て、本当にね、発売が、まあ、3月、4月。3月と、ね、4月はね、まだ予算軽いんだよ。2月がマジで予算死んでる。こういう感じ。3月はね、まだ7万2000円のローンチ機と、まあ、E81。あれ、俺 E81 何ああ、そっか、E81 じゃなくて、貨物直か。貨物直かってぐらいなんで。やっぱそうですね、ほいほいほいなんで。あれ、俺、ちょっと待って、前回さ、イモンで買ったナンバープレートどこやったっけ？もしかしたらナンバープレートなくした説があるんですけど、まあ、この辺はちょっとお湯でもう一回探すとしてた感じなんで。あと、この辺とかね。そして3月、4月分ぐらいだったら、あ、でもそっか、3月出てるんで、多分次出ると4月分ですかね。あ、ほか、先月もその4月出てるんで、一応これね、両方ともトミックス役してるんで、DB200 も E56 も。なんで予算的にはね、そうですね、これぐらいになるんで。まあ、ちょっと来年の5月か。まあ、あと俺が6月誕生日なんで、まあ、自分の誕生日の時に近づくにつれて、なんかちょっといいのが出れば、もうそうしたら欲しいかなと思うんで、まあ、ちょっと、ね、気をつけつつはね、予約していきたいかなと思います。なんかそうですね、一旦とやることないんで、ちょっと休憩しながら、のんびり動画処理していきたいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。